風薫る端午の季節となりました。両親が働いている子どもたちを預かる大志保育園では61人の園児が元気で遊んでいます。またここ中丸子母子寮には34所帯の親子がつつましく暮らしていますが、昼間は母親代わりの寮母さんを囲んで勉強に励んでいます。木月にある新日本学園には94名の園児が寝起きを共にしていますが、端午の節句を前に早くもお人形を飾って大喜び、無邪気な顔をほころばせています。